モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は日曜担当、玉猿こと児玉がご紹介していきたいと思います。今回は2種類ですね。まず、こういった、このフレームとレンズの間にですね、こう、もう一枠、二重になって入っているんですけれども、こちらが、まあ、セルの内側にセルのリムが入っているパターンと、もう一種類、このまたフレームとレンズの間に、今度はメタルのリムが入っている。まあ、ちょっとこういった少し変わったデザインの、メガネをご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね。こちらはセルの生地に、まあ間もセルのリムがこう入っている、二重になっているんですけれども、この、まあ2層になっているので、結構こう、メガネの印象がすごくはっきりとしたデザインにこうかけると見えるかなと思うんですけれども、横から見た雰囲気はこんな感じで、カラーは2色ございます。こちらがまず、外枠がクリアグレーに、内側のセルのリムは、ブラックカラーになってます。はい、あともう1色、こちら、よく見ていただくとわかるかなと思うんですけれども、外側がちょっとこうカーキ色ですね。くすんだ感じの緑っぽい色合いに、また内側は黒い枠がはまっております。この2色展開でご用意しております。次にこちらが、内側がメタルのリムがこうはまっているタイプになってます。メタルが結構このゴールド色なので、割とこのさっきのセルとまた違って、すごくこの内側の印象がわかりやすいデザインかと思います。横から見るとこのような感じですね。こちらは、カラーリング展開は何色かあるんですけれども、ちょっとピックして3色ほどご用意しましたので、まずこちらが一番王道の、黒とゴールドのメタルカラーになってます。はい。あと、こちらがデミ色ですね。こう茶の混ざった色味と、またメタルはゴールド色ですね。この内側もゴールドのメタルになってます。はい。あとこちらがちょっと少し変わったお色なんですけれども、この辺は緑っぽい感じですね。ちょっとこの辺りになってくるとブラウンっぽくなってきてます。ちょっと混ざったようなカラーリングですので、メタルはシルバーですね。ちょっと綺麗なお色なんですけれども、意外とこうスッと合わせやすい、馴染みのいいカラーかと思います。今回は、内側にこう、リムがですね、まあ二重になってまして、こう、セルとメタルになってる、こう、2種類ご紹介させていただいたんですけれども、なかなか見ないようなデザインなので、まあ個性が結構出るかと思います。ただぜひよかったら試してみてください。では、モンキーフリップサルチャンネルのご登録とグッドボタンもお願いいたします。ではまた再来週ですね。